亀田駅。亀田駅は、新潟県新潟市江南区に所在する、東日本旅客鉄道、JR 東日本信越本線の駅である。当駅は、旧亀田町の中心部に位置する、同地区の中心駅である。新津駅より乗り入れる、磐越西線の列車も一部利用が可能となっている。1928年、昭和3年完成の旧西口駅舎は老朽化が進んで手狭になりつつあった。当駅周辺では1970年代中盤から駅東側でも宅地化が進められ、1974年、昭和49年には、紅葉、現亀田紅葉地内新潟紅葉高等学校が開校し、1980年代には、亀田町、当時が整備した都市公園、亀田公園が竣工。さらに1990年代には、福祉施設、新潟ふれあいプラザの建設計画や、当時新潟市川岸町、現中央区に校舎があった、新潟秋のり高等学校の移転計画も具体化した。また、周辺住民や紅葉高校の通学者が、駅近くの踏切や、線路内で無理な横断を試みて事故に遭遇するケース頻発するなど、東側に出入り口がない駅構造上の問題もあって、次第に駅東西の歩行者の往来に不便が生じつつあった。また西口の駅前通りである一般県道、亀田停車場線も道幅がやや狭隘な単車線道路で、特に朝夕のラッシュ時など、利用者の多い時間帯には歩行者、自動車が往来する上で、大きなネックとなっていた。こうしたことから JR 新潟支社や亀田町には、1980年代以降、亀田駅に東口を設けてほしい、駅前通りを拡幅してほしいなどといった町民や利用者からの請願がたびたび寄せられていた。当時、JR 新潟支社と町は将来的に駅舎を改築する意向を示していたが、周辺の地盤が軟弱であることなどから、駅東側の都市基盤整備、宅地開発と一体的に整備を進める方針であったため、着手時期は未定とされた。1999年、平成11年6月、前述の駅舎改築の前提として東口駅舎の暫定供用を開始。跨線橋を東側へ延伸し、線路横の町道に面する形で駅舎が設けられた。これにより、駅東側の利用者の便は若干ながら改善された。しかし従来の跨線橋を延伸しただけで自由通路は設けられていなかったため、駅構内で東西を自由に往来することはできず、またエレベーターやエスカレーターの設置などといったバリアフリー対策も取られなかったため、車椅子利用者は階段を昇降する際、駅舎員の介助が必要であった。その後、JR 新潟支社と新潟県、亀田町は老朽化した駅舎の建て替えとバリアフリー化を目指し、国土交通省から町づくり交付金の給付を受けて、駅舎改築と駅周辺地区整備の事業に本格着手。2004年、平成16年4月から駅舎と県道の改修に着工した。その後亀田町は2005年、平成17年3月21日に新潟市へ編入され、整備事業は市が継承。さらに2007年、平成19年4月1日の政令指定都市移行に伴い、県道の改修事業も県から市へ継承された。なお駅舎改築前のホーム配置は、西側から相対式の1番線、島式の 2.3 番線の2面3線となっていた。このうち、対比ホームの2番線は、対比、折り返し列車をなくし、使用を停止した。旧西口駅舎は5月22日をもって使用を停止し、撤去。西口にはプレハブ作りの仮駅舎が設けられた。その後、橋上部と東西双方のエントランス部を建設し、2005年、平成17年10月1日に現駅舎の仮供用を開始した。この際、旧 2.3 番ホームは2番線を撤去して拡幅。1番線と3番線に挟まれた島式ホームとし、現在のホーム配置となった。さらにこの整備事業の一環として、西口駅前に、新潟市が建設事業を進めていた、亀田駅前地域交流センターが2007年、平成19年4月1日に開設された。1.2 階が立体駐輪場で、3階にはギャラリー、会議室などを有する地域交流センターと住民基本台帳、戸籍、納税関連などといった市の証明書発行手続きの一部が行える港南区役所亀田製サービスコーナーが設けられている。サービスコーナーは4月16日開設。この3階フロアが駅舎2階の東西自由通路とペデストリアンデッキによって接続しており、駅からそのまま入館することができる。駅舎竣工後も東西駅前広場の整備、東口側の指導及びロータリーの新設、西口側の県道拡幅等の基盤整備が行われ、2008年、平成20年には東口、西口の駅前広場が相次いで竣工した。その後西口側では引き続き県道の改修が行われ、2009年、平成21年冬に全面竣工した。島式ホーム一面2線に、橋上駅舎を有する地上駅。新潟駅が統括管理する業務委託駅で JR 新潟ビジネス JNB が駅業務を受託している。以前は直営駅、駅長配置で自駅のみの単駅管理であった。駅舎2階に設けられたコンコースの改札口には自動改札機が4通路設置されており、全通路で交通系 IC カードが利用可能。なお、1通路は IC カード専用。改札口周辺には、有人改札と緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、2台コンビニエンスストアがある。バリアフリー対策として、改札内コンコースとホーム間には連絡用のエレベーターと上りエスカレーター各1基が設置されているほか、多目的化粧室が併設されている。自由通路。亀田駅東西自由通路は、新潟市港南区建設課が管理しており、駅舎は自由通路に面して設けられている。もともとの出入り口は、西口側のみだったが、1999年、平成11年の東口開設を経て、2005年、平成17年に、現駅舎が竣工し、自由通路が新設された。バリアフリー対策として、西口、東口とも出入り口には、エレベーター1基とエスカレーター下各1基が設置されているほか、改札口正面には周辺地図が設置されている。双方の駅前広場のうち、東口側は2008年、平成20年春、西口側は2009年、平成21年冬に竣工した。改札、ホーム上には発車標がホームごとに設置されている。西口2階の南側自由通路と直結されたペデストリアンデッキによって新潟市港南区の交流施設、新潟市亀田駅前地域交流センターと連絡している。デッキで連絡しているセンター3階には港南区役所亀田行政サービスコーナー、取扱い時間平日9時から19時、取扱い書類によって17時30分締め切りとギャラリーや多目的ホールなどを備えた公民館施設、開館時間9時22時、毎月第2火曜日と12月29日から1月3日は、定期休館、トイレ、前日などがある。センター下層部の 1.2 階は、無料の立体駐輪場となっており、1階には、トイレ、前日と新潟県警察港南警察署、亀田駅前交番がある。センターでは放置自転車を再利用した無料の、港南区街中回遊レンタサイクルも取り扱っている。2017年度の1日平均乗車人員は5378人である。新潟県の駅では、新潟駅、長岡駅に次いで第3位。各年度の1日平均乗車人員は以下の通り。駅周辺は住宅地。西口側は商業施設等、東口側は高校。福祉施設等がある。西口側は公共施設や公共機関、医療機関が所在する。東口側は教育施設などが多く所在する。2018年4月現在、駅東西双方のロータリー内から、区バス、住民バスが発着しているほか、新潟交通グループ、同社と新潟交通観光バスの停留所も、西口ロータリー内に設けられている。市が運行する茅野山、その目、新潟市民病院方面のコミュニティバス、港南区区バスと茅野山、早通方面のコミュニティバス、乗り合いタクシー、カナリア号は、西口、横越地区方面の住民バス、横バスは東口を発着する。新潟交通グループの全路線と、区バスでは、運賃精算に IC カード、リ、ユート、と、スイカほか全国10種類の交通系、IC カードが利用できる。一方カナリア号、横バスでは、リ、ユート、バスカード、各種 IC カードとも利用できないが、それぞれ独自の回数券を発行している。いずれも11枚綴り、大人2000円、下記リンク参照。以下の表に2018年4月現在の運行路線を示す。各路線の路線図や時刻表、詳細な情報は下記リンクを参照。いずれも西口ロータリー内から発着する。なおカナリア号のみ、バス停の名称が異なる。横越地区で運行している住民バス、横バスは亀田駅東口と区役所横越出張所を起点に横越、大鉱山地区の住宅地や集落を巡回するルートで運行している。亀田駅と地区北部を結ぶ北ルートと横越出張所、小木川駅と地区南部を結ぶ循環線の南ルートの2系統があり、両社は原則として横越出張所で連絡を取る。なお、乗り換えの際の追加運賃は必要ない。平日、土曜のみの運行であり、休日と年末年始は全便運休となる。当駅からは北ルートが発着する。バス停は東口ロータリー内に設けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。